はい、どうも皆さん、こちらミネットです。さあ、集まれ動画実況、続きやっていきましょうか。今回はですね、こちら、とある検証動画やっていきたいなと思います。結構久しぶりの検証動画ですね。最近ちょっと小ネタ系が多かったんですけれども、今回やりたい検証内容っていうのがこちらになります。まあ、バージョン 2.0 から新しく登場したハッケミなんですが、まあ、このね、ハッケミに占ってもらうことによって、まあ、金運が上がったり、持ち物運が上がったり、健康運が上がったり、友情運が上がったり、まあ、下がったりもするんですよね。まあ、占いのね、内容にもよるんですけれども、その中で持ち物運ですね。持ち物運の中に、まあ、上昇した場合、壊れそうで壊れない、むしろなぜ壊れない、道具を持ち首をかしげるあなたの姿っていうね、ハッケミーからのメッセージがありまして、まあ、それをすることによってどうやらこの道具、柄物スコップとか、まあ、しょぼい釣り竿とかしょぼい斧とか、まあ、しょぼい網とかたくさんね道具があると思うんですけど、この道具が壊れない説があるんですよね。今回はそちらの検証動画やっていきたいなと思います。まあ、ハッケミーのねその運勢に出会うまで結構時間がかかってしまうかもしれないんですけど、持ち物運の上昇2つあるんですよね。3つあるのか。持ち物の上昇も3つあるんだけど、それに出会うまでとりあえずカットしていきます。結構ね今回種類多いみたいですよ、上昇する。待った、来たかもしれない。作ったばかりの道具がいきなり壊れる、そんなこともあるようですね。このイメージから読み取れるな、持ち物に格好かよ、今の上がりや加工する兆しだそうです。上昇する兆しだったらよかったわけだな。まあ確かに作った道具が壊れるって言われたらあんまりいいイメージないもんな。まあ壊れそうで壊れないっていうのが出てくるまで頑張っていきましょう。正直どこまで話したか忘れたんですけど、壊れそうで壊れない、むしろなぜ壊れない、道具を持ち首をかしげるあなたの姿っていうことで持ち物運が上がりました。今回はこちらの検証動画をやっていきます。持ち物運が今上がってる状態ね。このイメージから読み取れるな、持ち物に関する運勢が上昇する兆し。うん、それだけか。まあ今日は何かしらいいことがあるかもしれませんね。ないかもしれませんが、それではあなたに水晶のお導きがありますように。何匹釣ったらこのしょぼい釣り竿が壊れるのかからやっていきます。10回か、10回使ったらこのしょぼい釣り竿は潰れるみたいなんですけど、どれくらい釣れるのかまずは検証していきますが、ベルなかったんだよな。じゃあベルを使いすぎて、ベルなかったから助かるぜ。まずは1匹ね、1台釣った。お、カルパッチョ思いついた。よし、2匹目ブラックバスですね。あと8回使ったらこの釣り竿は壊れるはず。3匹目、かわいいアジですね。まあ、釣りはねでもやっといた方がいいですよ。釣りやることによって料理の DIY レシピっていうのが、まあ、たくさん手に入るから、アジ釣るだけでもなんかアジのなんとかかんとかみたいなやつもらえるからな。よし、4匹目、またアジか。もともとね多分このしょぼい釣り竿とかは持ってきたものなんですよ、家から。だから何回か使ってるはずなんですよね。よし、5匹目、あぶねえ、今釣れないかと思った。ターツの落とし子、どんどん行きましょう。6匹目だね。タイヤか。ブラックバスね。あと3匹あと3匹ですね。うおーし、あと2匹。OK、スズキを釣り上げました。スズキはね、お、スズキのパイナイスだが、それどころじゃないんだよ。びっくりした。9匹目のスズキを捕まえたから、あと1匹ですね。あと1匹捕まえたら間違いなく、まあ、この釣り竿っていうのが壊れると思うんですけれども、果たして結果はどうなるのか、試していきましょうか。よし、最後の1匹。石ころ石を釣り上げた。え、こんなんも釣れるんだ。石ころが釣れました。ということでですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10匹釣り上げたんですけれども、壊れないということで、ハッケミーの占いですね、持ち物運をね上げることによって道具が壊れない方法っていうのが存在します。ぜひぜひね、ハッケミーの占いを頼りにやってみてはいかがでしょうか。ハッケミーのさ、言ったら1回の占いで1000ベルかかるわけだから、釣り竿とか DIY して耐久度元に戻した方が安い気もするけど、まあでもそんなこと言ったらな、
夢がないよな。 100% 当たる占い師ハッケミの役割っていうのがなくなってしまうから、そこら辺はね、皆さんの各々の好きにやってもらえればなと思います。というわけでですね、あとはしょぼい斧とかでも試してみる。確かね、しょぼい斧の耐久度は何回だっけ。40回。しょぼい斧の耐久回数は40回です。40回。39、40。うわ、無限に使えるこれ、超便利じゃない。一生ここで斧を振りかざしていても壊れないという検証結果でした。一応ね、ハッケミの占いは上がるだけじゃないんですよ。下がるパターンもあって、なんかセンベル払ってさらに下がるっていうのはちょっと割に合わないなっていう気持ちあるんですけど、センベル払ってもしも下がった場合は、だから金運のアップするお守りみたいなやつがあるんですよね。それを身につけることによって、まあ、プラマイゼロになるんですよ。しかもその金運のアイテムっていうのがだいたいね、1万ベルぐらいするんじゃなかったかな。1万ベルぐらいするから、ぶっちゃけ、まあ、ぼったくりっちゃぼったくりなんですよね。だってもともとさ、ハッケミーの占いって動物類昔のシリーズだったら50ベルだったんですよ。今1000ベルかかるからどうなんだろうね。占い師が絶対当たるっていうことで評判に評判を呼んで、まあ、1000ベルになったのか、まあ、それともハッケミーの経営が厳しくなって1000ベルまで値上げされたのか。50ベルってそう考えたら安かったんだな。いた、おい、3匹目。お、4匹目。下手になったな。全部コンプリートして、あんまり虫捕まえる機会がなかったから。よし、5匹目、少量バッタ。6匹目、オオカバマダラ。オオカバマダラ11月までなんですよね。実はこんなに捕まえやすいから見落としがちですけど俺の畑スペースほんとひどいな。何も分けてね、もうちょっと整理してあげたらよかったな。来た、7匹目、オオカバマダラ。意外と高く飛んでるのな、案外捕まえづらい。7匹目。8匹目、少量バッター。9匹目。オオカバマダラ。お、なんかいる。よいしょ、10匹目。最後1匹、どう、イナゴ捕まえましたけど、全く壊れる気配はありません。よいしょ、すげえな。でもこれをみんな望んでたくない？だってさ、今までのシリーズで壊れたことってなかったじゃないですか、道具が。道具作るのめんどくせえなって思って、最終的にやっぱりたぬき商店とかで。セールって何？セールってなんだこれ、セールって。アミネットさん、いらっしゃいませ。ただいま当店ではブラックフライデーのセールを開催中です。なんと11月30日までの期間限定で、お店であるもの全部 30% オフで販売しています。マジか、すごいな、そんなことあるんだ。え、これ大型アップデートからの新しい要素ですね。よし、とりあえずここにあるもの全部売ってお金にしよう。お金が全然ないからな、びっくりするぐらい貧乏。26,652ベル、ありがてー。これ何、これどれくらいの値段で売ってんの。服の鎮痛シェルフ M、 現品限りで10,080ベル。いや、まあ買うか、 30% 引きだしな。27日なんですけど、多分ね、グレースの時にもあったんですよね、これが。ちょっと待ってね、調べるわ。飛び堀の時は26日から末日までが定価の 50% 引きだったんだ。昨日からセールなんじゃない？ちょっと2日前からセールになるかどうか試していきましょう。さて、25日。お、25日は今のところセールはやってないということで、26日からか、セールの要素。お、やっぱりそうだ、今日からセールなんだ、26日から。まあ、セールに関しての内容っていうのは次の動画で紹介したいなと思うんですけれども、いやー、なんか懐かしい気持ちにさせてくれますね。なんか昔からあった要素っていうのが、この集まれ動物に蘇るっていうのは最高の展開なんじゃないかでしょうか。 30% オフっていうのがな、またいいよな。てか何これ、新しい家具いっぱい出てきてるね。ポスターサンド、現品限り2184ベル。買うしかねえだろう。
30% 引きっていうのがまたいいところなんじゃないでしょうか。というわけでですね、今回は集まる道釣りで、まあ道具をね、いくら使っても壊れない最強の方法がハッキュミによって判明したということでした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。